お疲れ様です。ジュアちゃんの大倉です。このチャンネルでは明日使えるかもしれない農林水産物豆知識を紹介し、一緒に農林水産物マスターになっていこうというチャンネルになっています。今回の話題はこたつの相方といえばこれ、みかんについてお話ししていきたいと思います。早速ですが問題です。デレン。サムネイルにもありましたが、こちらの漢字何と読むかわかるでしょうか。シンキングタイム。正解は中手みかんです。いや、中手？どう見ても中性やけど。スマホの変換機能でも全然出てこんけど。というところなんですが、まあ中手が何なのかを後で説明するとして、みかんに関係する漢字にはこのように読むのが難しい漢字がいくつかあります。それを紹介しながら説明していきたいと思っております。それじゃあ行ってみよう。まずは初級編です。こちら、日本で流通している多くのみかんがこのみかんです。街中でもよく見かける文字列ですし、知っている方も多いのかなとは思いますが、まあ疑問に思わないと意外と知らないという方も多いのかなと思ってます。こちらわかるでしょうか。これ温州みかんなんですよね。なんで温州なんですかね。でこれがなんで温州かっていうのは諸説あるみたいなんですけれども、まあ一説では中国語の意味が関係していると言われています。まあちょっとこれを聞いてほしいんですけれども、温州、温州、こんな感じに中国語の読みから温州と読むようになったっていう説もあるみたいです。さて続いての問題はサムネイルの中手みかんと関係のあるこの3つ、中級編です。さあいけるでしょうか。考えてみてください。こちらはですね、上から極わせみかん、わせみかん、奥手みかんと読みます。なんだか大器晩成みたいな感じで、晩成って読みたくなりますよねこれ。でこれは出荷時期によってこういう名前が付けられていて、9月から10月に収穫された一番時期の早いみかんが極わせみかん、10月から11月にかけて出てくるのがわせ、そして12月に入ると中手奥手と変わっていき、だんだんと甘いものができてきます。もちろんこれはみかんに限って話ではなくてですね、早めに収穫されるものから順にわせ、中手、奥手と呼ばれます。まあよくあるものだと枝豆とかが結構有名かもしれません。でさらに余談なんですけれども、稲だと稲の字を使って、和製、中手、奥手と読むみたいです。さあ、では最後に超上級編をお送りします。常用漢字でもないので超絶難しいですが、こちらをどうぞ。もうこれ読めたら天才です。もう読めもしなければ意味もわかりません。これは上納と読みまして、みかんのつぶつぶが入っている袋のことを言います。おまけでみかんの細かい部位の名前についてちらっと紹介していきたいと思います。中のつぶつぶの果肉の部分を砂状、皮を剥いた時に白い綿みたいなものが入ってると思うんですけれども、それがフラベド、外のオレンジの表面の部分をアルベドと呼ぶなど、みかんには実はかっこいい名前がいくつかついています。これ友達に紹介したら結構自慢になると思います。嘘です、わかりません。さあみかんの漢字読み方クイズいかがだったでしょうか。恥ずかしながら私は全然読めませんでした。これを見てですね、少しでもみかんを食べたくなってくれたり、友達に話したくなってくれたりしたらとっても嬉しいかなと思います。それでは今回の動画はこれまでです。これからも農林水産物の魅力や豆知識をどんどん紹介していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。